じゃあ次の質問取っていただきまして、はい、お、大丈夫ですか。はい、さあいきます。あ、これはでも逆にどうなんだろう、難しいのかな、どうだろうな。歌のここが可愛い、ここが可愛い、素敵、どこでしょうか。せーの、はい。あ、なるほど。もうこれはまず新津さんは 何が可愛いと書いたんですか。うたちゃんが、まあ、私は最強って歌にもあったと思うんですけど、うん、まあそういう風に、まあ、自信があるところとか、まあ、元気が強いところとかが、まあ、かっこいいし憧れるなって思います。あ、やっぱそれって羨ましい部分ってあります。なんか自分にすごい自信があっても私は最強って言い切れるっていう。うん、本当にうたちゃんは、まあ、才能もあるけど努力もすごいしてて、ちゃんとこう根拠のある自信みたいな感じがするので、うん、そういう風に言ってみたいなって思います。大体新津さんの頃の我々ってもう根拠がない自信しかないんですけどね一切根拠がないっていうそこ羨ましい感じが歌ちゃんねする。なるほど、私は最強、ここは素晴らしい、可愛い。さあそしてなずかさんはぴょこ耳まあそれも最高に可愛いですけどね。そうですね、やっぱ可愛いポイントといえば、あのやっぱこう気持ちによってあの耳髪がこうね、表情によって動くところはやっぱりあの収録してる時から可愛いなって思ってました。そこ動くんだと思ってそうですね、なんかこう魅力な、あとはやっぱりあの書いてないんですけど、ちょっとこう垂れ目がちなところとか、ニカッと笑うあの大きい口とかね、そこもやっぱり可愛いなと思うんですけど、もう全部可愛いですね。あの、新津さんが言ってたいわゆるなんか中身の部分でも可愛いって最強のところとか憧れるとかって、その辺なずかさんからどうなんですか。そうですね、いや、それもありますね。やっぱりあのこう強さと言いますか、なんかこう本人は多分しっかりこう自信があるわけじゃないんだろうけど、なんかこう周りのために頑張ろうとする、こう周りの思いを力に変えるっていうところはすごく素敵だなって思いますね、うん、ありがとうございます。最後にもう一問用意しております、はい、では最後のフリップを取っていただきまして、最後の質問参りましょう。いいですか。こういう質問です。ウタ、ルフィ、シャンクス、一番共感できる、憧れたのはどのキャラクターですか。ぜひこういうところがみたいなね、具体的な話も交えて伺いたいと思います。ではせーの、はい。あなるほど。まあ新津さんはさっきの話もあってやっぱね、うたちゃん、うたちゃん、改めて伺っていいですか。どういうところに共感できるっていうの。共感できる、そうですね、うん、まあ共感、憧れもありますけど、うん、こういうとこ分かるなみたいなのもあります。なんか憧れの部分とか、じゃあ改めて憧れの部分も聞いてもいいですか。そうですね、うん、なんかすごい共感できるっていうか、いいなって思うのは、まあ、すごい世界の歌姫なんですけど、あんまり全然気取らずに、すごいずっとみんなファンのためにやろうって言ってるところがすごく好きです。なるほどね、はい。そしてなずかさんはシャンクス、はい、そうですね、はい、もちろんあの共感と言ったら歌もあるんですけど、うん、あの憧れるっていうところでは、なんかこうやっぱり自分も母親なので親目線みたいなところもありまして、なんかこうやっぱり歌の気持ちはもちろんよくわかるんですけど、シャンクスの思いもやっぱこの作品の中ではすごく大きいですし、なんていうんですかね、こう親子ならではのこう難しさみたいなものも感じることができて、なんかその辺やっぱりこう通じるというか共感するとか。そうですね、なんかこうなんていうんですかね、近い存在なんだけど、なんかこうお互いにやっぱり全てを分かりきれていない部分っていうのが、なんかこうもどかしくもありながらも、でもなんかこう愛情がある上でのすれ違いだったりするので、そこがすごくこう切ないと言いますか、でもやっぱりお互いをすごくこう見ていて向き合っていてっていうところが素敵だなって思うので、やっぱりこう共感、憧れるという意味では歌は自分の中にいるとして、うん、
他で言ったらやっぱりシャンクスかなっていうふうに思いました。なるほどね。あれ、じゃあ西さんはあの歌ちゃんのシーンでこの映画の中でこのシーン特に好きだなとか可愛いなとか思ったことあります？このシーン好きだなとかって。可愛い。か可愛いじゃなくてまあ好きだなって歌ちゃんのシーンで印象。全部好きですよ。そうですか、ごめんなさい、あのごめん無理な質問で、ごめん。そうですよ、全部好きですよ。急に振っちゃってごめんね。なんかどこかななんて思ったもんだからごめんごめん、選べないちゃい。でもでまあでもここ好きかなって何かあったりします？そうですね。あ、ルフィとの絡みが好きです。うん、絡みが好き。ルフィと会話してるところ、うんそううんうん、すごい楽しそうにチキンレースとかしてるところもあるけど、ちょっとこうまあ反発して戦い合ってるところとかもあるじゃないですか、うんうん、なんかいいなって思います。うん、そうなんだね、かわいい。選べないね、かわいい。選べないね、ごめんね、私はあれです、あの歌とロミーが会話してて、あのそれこそこのぬいぐるみをあげた時にすごい喜んでくれるロミーが大好きです。かわいい。兄さん、今そう言われてるけど。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、一旦フリップを置いていただきまして、はいね、お二人にね、あの歌ちゃん、そして誕生日に絡めた質問を答えていただきました。さあ、そろそろね、お時間も迫ってきました。この後、フォトセッションになりますが、その前にお話の最後に劇場、そして全国でね、見ている皆さんにメッセージいただければというふうに思います。じゃあ、まずは新津さんからお願いします。はい。今日はもうこんなに素敵な歌の誕生日会にお招きいただき、ありがとうございます。ですし、もうこうやって全国の皆さんと一緒に誕生日会ができて本当に嬉しいです。ワンピース、フィルムレッド、もう皆さん楽しんでいただいていると思いますが、歌ちゃんが私たちに伝えてくれる思いをまた何回でも見に来てくれると嬉しいなと思います。ありがとうございました。素晴らしい素晴らしい素晴らしい、ありがとうございます。では、なずかさんお願いします。はい、本当にこうして歌の誕生日に皆さん集まってくださってありがとうございます。すごく嬉しいし、本人もすごく喜んでると思います。私もこの作品から、そして歌からいろんなことを学んで、いろんなことを感じて、そして皆さんからもいろんな思いをいただいて、すごく幸せな日々を過ごしております。私がいただいているこの幸せな日々と同じくらい皆様にも、これから幸せがいっぱい訪れてくれたら嬉しいなって思いますし、引き続きこの作品を見てもっともっと楽しんでもらえたら嬉しいと思いますし、もっともっとさらにこう世界中に広がっていってくれたら嬉しいなと思っております。これからも私にできることがあったら、私自身もこの作品もっともっと応援していこうと思っておりますので、ぜひ皆さんも一緒に、引き続き盛り上げていただけたら嬉しいなと思っております。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ハッピーバースデー歌以上で歌誕生祭終了になります。改めてご紹介します。なずか香里さん、そして新津瀬さんでした。お二人に大きな拍手お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ではなずかさんから順にご講談ください。新津さんもありがとうございました。